オープンワールドアクションの金字塔、ドラゴンズドグマダークアリズム。見渡す限り緑の大地、誰もが夢見た世界が今ここに。ドラゴンによって世界の平和は打ち破られた。竜を倒し、奪われた心臓を取り戻す運命の旅が始まる。目覚めし者よ。各社に付き添い、各社のために献身的に働く異世界からの旅人ポーンとの契約はなった。幾重にも重なりつながる物語、人々の生と死、信念と教示、各社の選択が世界の未来を変えていく。大地を支配する恐ろしい魔物たち、各社とポーンの行く手に立ち塞がる。剣と魔法、そして弓、かつてない自由度の高いアクションで魔物を打ち払い、冒険も戦いも一人ではない。ポーンとの連携が勝利をつかむ鍵となる。突如現れた黒く呪われた島、各社に告げられる新たな宿命、凶悪な魔物の住処となったその島の最奥で待つのは、破滅の心を抱く悲しき悪魔だった。各社よ、運命に抗いこの世界の全てと戦う者よ、迫り来る魔物を倒しその冒険を進め。心臓を取り戻せ、冒険はやがて世界の真実へとたどり着く。ドラゴンとの戦い、その先にあるものとは。世界もまた生きる意志を求め、神王を覗かばそこに見える。神たちの剣リディルがこれに。前に踏み出せ、何があろうと、それが正義。真理は深き高みにある。世界に光を灯せ。竜の教えは今開かれる。ドラゴンズドグマダークアリズム、最新ハードに待望の復活。思い描いた冒険が蘇る。10月5日発売予定。数量限定特典、ドラゴンズドグマオンラインで使える DDDA フェステエリノア装備ついてくる。